こんにちは、リーフープスです。変なキャッチをすると明らかにシュート確率が下がってしまいます。けれど試合中においては必ず完璧な形でキャッチできるわけではありません。ではうまくキャッチできなかった場合はシュートをしない方が良いのでしょうか？決してそうではなく、シューティングハンドとガイドハンド、つまり手の位置をうまくセットし直すという工程を挟むことによって安定した成功率でのシュート機会を増やすことができます。複数のやり方がありますが、本動画ではガイドハンドの中でボールを動かす方法を取り上げます。 DJ サックマンが解説しているので見てみましょう。なお今回のテーマはトピックごとに動画を分け、複数回にわたって説明しております。説明欄に再生リストを記載していますので、理解を深めるため、もしよろしければ他の動画もご覧ください。What's up, everybody? If you're struggling shooting the basketball, this is a very important concept, and I promise if you can really get good at this, you will become a better shooter. All right? To me, this is one of the most important, if not the most important concept when it comes to shooting the ball. All right? So we're just going to dive into it, and it has to do with your shooting hand and your guide hand and how to get your shooting hand in the center of the ball on the release of the basketball. Now, the next three are more difficult.And require a lot of skill. So you have to really work on these next three. All right. Second one is moving the basketball and the guide hand. All right. What this means, if I catch the basketball here, my hands aren't in a great spot. Obviously, if I just go up into my shot right now, my shooting hand and palm is not square to the rim. So I have to make adjustments. I can catch, and obviously, two, I can catch and move the ball in my guide hand in order to get my shooting hand.Or give my shooting hand and the ability to get square to the basket. So I'll catch, get here, move the ball in my guide hand, and then come up into my shot. Complete ではないキャッチ、自分にとってシュートに行きやすい理想的なキャッチができなかったというのは、レベル帯が上がってくると頻繁に起こるようになります。なぜならディフェンスのプレッシャーが強くなるので、キャッチ&シュートにおけるパスの軌道がずれたり、ドリブルの余裕が少なくなるので、プルアップにおけるキャッチが難しくなるためです。同時にディフェンスがシュートチェックしてくるスピードも速くなるので、クイックリリースの重要性もアップします。つまり上のレベルでも活躍したいなら、スムーズに打てるようになるために練習するのは必須ということです。これらを念頭に置いた上で手を適切な位置にセットするというのは、シュートにおける非常に大事なコツを示しています。どういうことかというと、重複するように聞こえるかもしれませんが、手の位置を直してからシュートした方が良いということです。例えば理想的なキャッチができなかった場合に、手の位置を直すのではなく、良くない形のままでもシュートを決められるように練習する、ないしは手の位置を直しながらボールを持ち上げるという考え方もあります。特に素早くシュートが打てるようになることを目的とした場合は、こういった意見も出てくるかもしれません。けれどそういった方向性よりも、手の位置を素早くセットできるようになる方向性で練習した方が良いということです。キャッチする、手の位置を直す、シュートするというプロセスが大事ということです。いくら早く打ちたいからといっても、このプロセスを省略してしまうとシュート確率が安定せず、正しい方向性で練習していないということになってしまいます。もちろんそもそも完璧なキャッチができれば、手の位置を直すという工程が不必要になるので、その分早く打てます。そういった意味でも、先日の動画で取り上げたパーフェクトキャッチ、パーフェクトギャザーができるように練習することと、良くないキャッチをしても手を適切な位置にセットできるように練習することの両方が大事ということです。なお本動画の方法はシューティングハンドを使ってボールを動かすので、シューティングハンドでボールをコントロールしやすい状態、例えばシューティングハンドでドリブルをしている時などと相性が良いです。もちろんそうじゃない状態でもできないことはないですが、やりにくいと感じたら無理にこの方法でやることはありません。他の状態の時にやりやすい方法は別動画で取り上げる予定ですので、公開されましたらよろしければそちらもご参照していただければ誠に幸いです。ご視聴誠にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。